はい、それでは2月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。大きく変えると書いて大変と読みます。丸暗記学習では過去問の点数が上がるだけで本試験では合格点が取れません。つまり丸暗記学習をしていても最終的に実力がついていないから本試験で点数が取れないということなんですね。一方、理解学習を行えば真の実力がつくので本試験でも合格点が取れます。丸暗記学習と理解学習は全く異なる勉強法なので、合格するために丸暗記学習から理解学習に変えることは勉強の仕方を大きく変えることなんですね。つまり大変な作業なんですよ。大変であっても理解学習に変えようとしているのであれば、最後には結果ついてきます。わからない部分というものは必ず調べて理解をしていきましょう。それでは3問に入っていきます。A 所有の土地に B が建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、当該契約は事業用借地権となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ×ですね。小売業と書かれているので、事業用借地権と思えるんですけれども、事業用借地権の要件を考えてみると、この要件満たしてないんですね。事業用借地権の要件っていうのは何かっていうと3つあります。まず事業用であること。居住用建物は除きます。つまり、投資用のマンションっていうのは、含みませんよってことですね。で、存続期間が10年以上50年未満であること。で、当該特約が公正証書によること。で、今回の問題っていうのは、公正証書によらずにって書いてありますね。なので、3番の要件満たしていません。よって、事業用借地権にはならないということですね。従って、×となります。で、定期借地権の要件を満たさない場合、どうなるかっていうと、普通借地権になるんですね。これは基本事項なんで、ちゃんと頭に入れておきましょう。普通の解説だと、事業用借地権は公正証書によってしなければならないとしか記載されてないんですよ。これだけではやっぱ不十分なんですよね。最低限、今回の話で言うと、今回の場合は普通借地権になるんだな。ここまでちゃんと分かってほしいんですね、最低限。このように一緒に頭に入れてほしい部分は一緒に勉強する。これが理解学習の一つなんで、ぜひ行っていきましょう。まとめて頭に入れるってことですね。頭の引き出しを整理しておかないと、本試験で混乱して頭が真っ白になるんですね。そうならないために、この2月中に理解学習をちゃんと開始させましょう。この理解学習が遅れてしまったら、時間がなくなってしまいますので、丸暗記学習で勉強している間っていうのは実力は上がってきません。なので、理解学習を始めて、やっとそこから本当に勉強を始めたんだって考えていただくのがいいと思います。で、問2ですね。A が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。これは、×ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については個別指導でお伝えいたします。で、問い3ですね。開発許可です。開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議をして同意を得る必要はあります。しかし、許可までは不要なんですね。なので、今回、許可を得なければならない。だから、×だということなんですけれども、この内容、理解できていますでしょうか？法令上の制限っていうのは、丸暗記っていう方もいるんですけれども、この、今回の問題も含めてですね、理解すべき部分あるんですね。だ今回の問題も、ちゃんと理解しなきゃいけない部分なんですよ。それをちゃんと理解していないと、なかなか合格ってできないんですね。
まあ、だから弊社の個別指導では法令上の制限についても理解ができるように解説をしています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また明日も動画をお送りしますので、ぜひご覧ください。レトスの小野でした。